をかけて、いよいよこれから最後の種目に入ります。3種目終わってのトップはソビエトのオムリアンチク、そしてわずか 0.075 の差でシスノワです。3位は東ドイツのケルステンです。ケルステンと2位との差は 0.263 です。その後フェンリッヒ、サボー、シリバス、ユールチェンコ、こういった順位であります。さてオメリアンチク跳馬に入ります。1回目ロンラードから抱え込み、決まりましたね。ちょっと着地飛びましたけど、まあ飛躍があってよかったと思いますよ。現在塚原さんね、はい、その差が 0.075 ですからね、はい、オメリアンチクがもしあの跳馬でね 9.925 を出しますとね、はい、あのシシノワが床で10点満点出しても届かないということで、 9.925 以上出ますと優勝が決まりますね。そうですか。さあどうでしょうか。2本目あの着地を決めていきたいでしょうね。そうでしょう、まあ、本人は計算してるかどうかは分かりませんけどね、決まればシスノワが10点を出しても 9.850 です。 9.850、 1回目 9.850、 そして2回目、1回目より2回目の方がちょっといいですよ。ちょっといいですか、はい、ちょっといい。今トップのオメリアンチクが跳馬、そして2位につけているシスノワはこの後床というふうになっております。ロンダードして、そしてひねっての後方宙返り、ああどうですか。お、 9.90 です。 9.90 です。925まで届きませんでしたが、しかし 9.900 が出ました。オメリアンチクです。